王家主義とは近代化を進めるためにヨーロッパの様々な制度や文化を取り入れようとした主張を言う。日本では1880年代に明治政府が文化、制度、風俗、習慣をヨーロッパ風にして欧米諸国に日本が近代化した事実を認めてもらおうとして取った政策とこれに関連して盛んに行われた主張、風俗の動きを言う。 六名間での舞踏会外務卿、井上薫を中心として、安政五カ国条約など、欧米列強と締結していた、不平等条約の条約改正の実現のために、憲法などの法典編纂と並行して、日本の文化をヨーロッパ風にすることで彼らが、国際法の適用対象としてみなす、文明国の一員であることを認めさせようとしたので、ある。 その代表的な存在が1883年に完成した六名館であった。井上自らが六名館の主人役を務め、家族、政府公館、外交団を集めて夜会などの行事を日夜開いた。また、実現はしなかったものの、日比谷にプロシア風の大規模な館長街を建設する構想が打ち立てられている。また、文化面でも改良運動が、 官民ぐるみで盛んになり、1883年に、やたべ良吉、富山ち、一による、ローマあざかや、同じく、渋沢栄一、森有則による、演劇改良会が結成され、また欧米を真似て、学会を創設する動きも、盛んになった。山田美妙らによる、原文一致運動も、この時期に発生している。三宅節礼だが、自由民権運動の弾圧。 松方財政による深刻なデフレーションの状況下でのこの王家の動きは国内的には貴族主義的あるいは上からの王家と見られてやがて左右の反政府派の攻撃の格好の標的となった自由民権派は6名間を持って民衆から絞り取った税金を上費に当てているのに財政難と主張していると非難した平民主義を唱える民有者の徳富祖法らは 貴族的王家主義では何も生み出さないと批判して、下からの王家を唱えた。さらに、宮中の保守派や政教者の三宅説令らを中心とした国粹主義者も井上が進める外国人裁判官の起用といった条約改正交渉に対する批判も加えて政府を攻撃し、これに内大臣参上、耳の周辺や政府の要人である。 井上武氏や谷岳までが乗ったのである。さらに1887年4月4日に、九遇静子内親王が亡くなったにもかかわらず、20日に首相官邸で仮想舞踏会を開催し、26日に井上薫邸で展覧歌舞伎が行われたことに対する非難から仮想舞踏会では政府公館による扶助暴行が行われているという風説まで飛んだのである。 これは大日本帝国憲法の編纂作業を指揮していた内閣総理大臣である伊藤に対する根拠のない政治的な抽象であったが、こうした風説でも保守派や民権派は伊藤内閣攻撃の材料として積極的に活用した。このため、この時の伊藤及び内閣の危機的状況を明治20年の危機とも呼ばれている。こうした事態を受けて、 伊藤はやむなく谷と井上を更迭して、大隈重信と黒田清隆を入閣させて、事態の収拾を図った。だが、次の黒田内閣でも、外務大臣に留任した大隈が、爆弾テロに遭遇して、条約改正に失敗すると、たちまち大火主義は衰退し、対外公派に支えられた国粋主義が台頭することになる。もっともこの時には、 すでに大日本帝国憲法が制定されており、見かけだけの王家に依存しなくても、日本の国際社会における地位は少しずつ上昇に向かっていたのである。ロシアでは、ピョートル一世が王家政策を取ったことで知られている。その王家政策は、国内のヨーロッパ化を目的としていたわけではなく、近代化を目的としていた。しかし、 ピョートル一世の王家政策は僧侶など一部のものを除いて、顎げをヨーロッパ風に整えることやフランス風あるいはドイツ風の服装の着用を強制するなど極端な面もあった。ABC 世界教育史研究会、世界教育史、体系 15P47、講談社、1976年。ありがとうございます。